はい、こんにちは、レトスの小野です。3月20日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。卓研の勉強は7ヶ月、資格は1勝。卓研の勉強は正直しんどいです。毎日コツコツ勉強しないと合格できないし、わからない問題が出てきたら都度調べないといけない。でもその辛い状況っていうのは、今からであれば7ヶ月間だけなんですよね。そしてこの辛い状況を乗り切って合格したら、取引士の資格はもう一生もんです。就職や転職にも有利になりますし、資格手当で毎月2万円給料が上乗せになる会社というのもあります。とりあえず合格すれば得することも多くなりますので、それをモチベーションに頑張っていくのもいいでしょう。それでは本日の3問に入ります。委任による代理人は、本人の承諾を得たとき、またはやむを得ない理由があるときでなければ副代理人を選任することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。委任による代理っていうのは任意代理のことを指すんですね。で、代理には法定代理と任意代理の2つがあるんです。で、今回は任意代理の問題です。で、任意代理では本人の承諾があった場合、やむを得ない事情があるときのみ副代理人を選任することができるんですね。で、これっていうのは覚えるよりもイメージがすごく大事です。これは法定代理と任意代理、この2つの違いについてもイメージが重要ですし、またなんでこの場合のみ副代理人を選任できるか、これもイメージが必要なんですよね。で、この点については個別指導の受講者様には別途動画がありますので、受講者専用のメルマガの方から動画ご確認いただければと思います。で、続いて、宅建業者は取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったとき、供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。供託所からっていうのがこれ誤りです。正しくは免許権者ですね。還付請求により営業保証金の額が不足しちゃったよと。そうすると不足額について納付してくださいって通知が来るんですけども、これは免許権者から来るんですよ。今回の問題は供託所から通知書が来てるんですね。だからこの点が誤りなんですね。で、その他の部分は正しいです。通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない、この部分は正しいと。で、今回の問題について解説を見て、あ、そうだったなと、わかると。でも間違えちゃったっていう方です。この方が一番注意しなければいけなくて、実は今回そのように間違えちゃった、つまりはボンミスですよね。ボンミスで間違えた人っていうのは、日頃の勉強で理解学習ができてない人なんですね。多くの方が理解学習を間違ってるんです。理解学習の認識を間違ってるんですね。理解学習っていうのは、この解説を理解するだけじゃなくて、そもそものこの問題文が理解できていないと、どんだけ法律、ルールを覚えたとしても、ボンミスとかして間違えちゃうんですよ。だから、問題文を理解するってところがすごく重要なんですね。だから問題文を理解できていないから、引っ掛け問題に引っかかっちゃうんですよ。これを分かってる人が非常に少ないんですね。理解学習の認識を誤ってるんですよ。だから多くの方が理解学習できているつもりになっていて、実際は理解学習ができていなかったって話なんです。重要なのはこっちなんですよ。こっちじゃないんですよ。多くの方がこの解説が重要だと思ってるんですけども、実は違うんです。こっちが重要なんですよ。問題文が。こっちの理解をちゃんとするってことがもう大前提なんですね。なので個別指導ではそういった部分も含めて解説をしているって話なんです。これでおそらくですね、これ間違った方はやっと理解学習ってそういうもんなんだって分かっていただけたと思います。なので、これからはちゃんと問題文を理解するって方に焦点を当てて、ぜひですね、勉強を進めてください。で、問題文の理解の仕方についてやり方が分からないっていう方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では問題文の理解の仕方までお伝えしておりますので、本当の意味で理解学習がしたいという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、あともう一つですね、この動画について別途、基本的な無料動画ございますので、そちらも参考にしてみてください。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またお知らせボタンの方ですね、右上にお知らせボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。で、問3ですね。幅員4メートル以上の道は、
特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。幅員4メートル以上の道っていうのは、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路です。特定行政庁の指定がないと建築基準法上の道路にならないのは4メーター未満の道路なんですね。今回の問題は4メーター以上の道なので、4メーター以上の道は特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路になるから×だということです。で、4メーター未満の道については特定行政庁の指定があって初めて建築基準法上の道路になりますので、この点注意していただければと思います。で、この問題は初めて、解く方っていうのはちょっとややこしいんで、ちょっと何回か動画を見ていただきながら、またテキストとかを見ながらですね、ご確認いただければと思います。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしても、なかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って、一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。